さあやっていきましょう、ガチヤグラ。ガチでは実はバケツって使ったことなかった気がするんですよ。なのでバリアのあるこれを持ってきました。ビーコン使ってさんがいますね。ということは設置してくるか。どうしましょうかね、これ。ポイズンボーイ。いないか。ん？ちょっと待って、やばいやばい。いない？二人倒してくれた。オッケー、やめろ。オッケー、ナイス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 。バリアダメたい。オッケー、バリアだ。ほら、ビーコン使わせねえよ。よしよしよし、行くぜ。止めさせねえ。ヤグラを回り続けるんだ。回る？ヤグラ回らない。やったなぜ私が今勢いに乗っているか、皆さんわかりますでしょうか。ね、なんか思いついたかのようにいきなりバケツ持ち出した理由がわからないし、なんかちょっと乗ってるこの理由、いずれわかります。まあこの後負けるでしょうしね。うん、カーボンさんがすごい暴れてくれたとか、そのいろいろな理由がありますが、まあいずれわかります。というか数秒後にわかります。というわけで、何かが変わってますね。うん。どこかの数値がエグいことになってると思うんですけど、まあ、ちょっといろいろありましてね、気分が高揚しているわけですよ。で、今回の、ウニガチャ動画は、そうですね、すごいボリューミーで、ボリューミーすぎたので、ちょっとね、ひっそりと、投稿しているんじゃないかなと思いますので、なんでしょう、投稿した時に、ぴょってアドレス貼っておくんでね、あれです。多分ランキングとか、普通の検索にはちょっとかかりにくい感じで、ちょっとひっそりと追加しておきます。まあ、気が向いたらぜひ、ね。よろしく。お願いします。さあ、気を取り直していこう。まあ、簡単に言うと、1動画がね、かなり長くなってしまいましたね。ただ、対戦ほどね、その動きが激しくないので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 、多分大丈夫だと思うんです。怖い怖い、陣地絡めろ。ほれほれほれ、オッケー、逃がさねえよ。よし、止めた。敵はどこに、後ろかよ。カーボンか、さっきの。あー、カーボンさんだ。さっき大暴れしましたもんね。すごいごっちゃごっちゃするから見づらいこと、この上ないぞ。このマップ気をつけろよ。しかしそこはスペシャル現象低下。オッケー、どこに、乗りたい。よしよし、二人がかりに乗ってけ。カーボン氏があそこにいる。これ、任せろ。いけ、強制的に押さえて。怖い。よし、ポイズンポイズンポイズン。いやー、57。少しずつでも前に出すぞ。よし、言ってしまえばもう私はウニガチャで爆死したから、この試合に勝って少しでも多く集めなくちゃいけないんだ。なんでこんなところでビーコンが、割とエリアのど真ん中だぞ。後ろにいるぜ。そこか、ポイズン。オッケー、少しでも前に進むんだ。後ろから来てる。さすがに耐えられない。耐えた。いけるぜ、私はまだまだ。どこにいるのかわからん。いける。押せ押せ押せ。バリア貯めろバリア貯めろ。バリアタイムのやつ、これ。オッケーオッケー。ほら勝ったぜ。ほらほら、ウニパワーじゃ、ウニパワーじゃ、ウニの放物の自己パワーじゃ。おら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 、今のき、うえ、ブレブレくっそー、私は荒れている。そう、今私は荒れているんだよ、ウニで。そうだよ、放送事故のような爆死。そう、あれなんです。
いろいろ困ったんで、もうここまで言ったから動画化しないかもしれない。外れたわけでも当たったわけでもない、そんな微妙な結果に、私は3ヶ月分ぐらい頑張って貯めたウニポイントを全て捧げてしまった。ゆえに勝たねばならない、ゆえにそう、プレッシャー、セルフプレッシャーなんです。そんな虚無の録画時間、地獄の35分を過ごし、さらにこの後の矢倉の録画でさえ大失態で終わってしまったら、私の今日の一日は何だったんだ。勝たねばならない、何としても負けられない戦いがそこにある。そう、これはそう、いわゆる S プラスの初の昇格戦よりも背負ってるものが重い。 OK、 絶対に勝つ、勝たなくては。しかしポイズンをプレゼントしている、そう簡単に矢倉を浮かせねえ。あと残り1分、持ちこたえてみせよう。いけるぜ、さすが必然パワーだ。そしてスペシャル現象によってバリアを一つも無駄なく使う。ポイズン食らいな、カーボンが食らったらひとたまりもねえでしょうよ。よし、ナイスメガホン、そこにいるのは分かってる。もう一人いる、オッケー、バリアとりあえず展開しちゃった、消す、オッケー、これ、よし、ナイス、そこだ、いない、ほれ、冷静に立ち回れ、道を作れ、今こそ冷静に周りを見るときや、ちょっと落ち着け、落ち着け、こっから先は落ち着けば勝てるはずなんで、さっきまでは荒ぶる魂を、ね、最大限に解放して戦うべきだったけど、今は落ち着くべきだ。ポイズン、先出しポイズン、オッケー、逃がすな、今日の私は逃がさない、ウニに呪われた力を、わー、まだだ、あと14秒、いけます、いけます、いけます、勝てます、勝てます、やればできます、いけます、いけます、78、いけるいけるいける、バリアもたまりかけてるからね、俺ポイズン、苦しみもがけ、終わりだ、落ちた瞬間にゲームセットだぜ。はい、なんかテンションおかしいね今日は。よし、 OK です。しかしたったこれだけ勝っても失ってウニポイントは戻ってこないんです。いや、戻ってきてるけど、あれだよ、あと何回勝てば戻ってくるんだろうね。いける、今日はいける、もう一試合できちゃう、3連勝して終わる動画、ガチマッチでは初めてじゃないでしょうか。多分なんかどっかでなんかあーみたいな感じでやられてしまってた回があったと思う。しかしこれが私のウニへの覚悟。さあ、仕切り直しです、やっていきましょう。先ほどなぜかコントローラーが壊れたんじゃないかみたいな珍妙な、なんかね、人の操作ではない動きをしている人がまあ一人いらっしゃいまして、なんかなんだかんだでストレート負けして、放送事故感半端なかったらね、やり直しになりました。そしてレートはもちろん下がってしまいました。くっそ、なんか今日は放送事故に恵まれるな。まあ仕切り直しですよ、頑張ります。このステージはあれでしょ、もう初動が全てみたいなところありますよ。よし、行ってくれ、無理か、お、いいね、いいね、いいポイズン、いいよ、いいよ、ナイス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 、いけます、いけます、押していこう、押していこう、奪っていく、これちょっと貯めていこう、バリア行きたいところなんですけどね、早くバリア貯めてスーパージャンプ飛びます、いきます、レッツゴー、よし、動かしていけ、よしよしよし、デカラインはやっぱあれですよ、デカラインってどこですか、ここ、あぶね、頼んだ、私が乗るのか、よし行こう、ちょ動かさないと、なんで乗れないの、なんで乗れ、引っかかってる、すごい奇跡的に引っかかりしてる、ちょっと待って、今の何、ちょっと、ミクロの緑インクにね、あれ乗ってないレベルのインクに引っかかって、もうちょっと待って、やばい、今のって濁るよ今のは、ちょっと待って、やばいやばい、私の血液が濁ってしまうね。もう綺麗な色してるんですよ本当は、うん、あの黄土色ぐらい、黄土色にね、うん、透き通るような黄土色してるんですけど、くそー、頑張りいいか、頑張りいいか、ちょっとさっきのもうちょっと進めた気もする、ここ壁塗っとけ、便利ですし、密着直撃、ナイス、絶対に勝つよ、あー怖いね、インクの引っかかりってほんと怖い、振り切ってけ、
なんか今日は今日は今日で珍しい事態によく遭遇するね。OK。ちょっとうまい落としてきたか。これ進んでるよ、すごく進んでる今。やばいな、止めないといけないけど引っかかったのが先だったな。マジであんなことあんの、へこむぞ。ほんとうまうわ、リードされた。来るよな、やっぱ来るよ。なんとしても行くぞ、押し込んでいけ、押し込んでいけ、いけるぞ、いけるぞ。やめて、あとちょっとなんだかな、いけるかな。勝てばいいんです、最終的にね。やるぞ、どこにいるのかわからん。よしよしよし、スクリュー強えたまんねえな。でもいける、私は味方に恵まれている。味方に頼って勝つ、私は味方に頼って勝つ。うわ、スーパーショット、くっそ、誰だ、オクタシュート、あんまり、あー勝ちたいんだよ、なんとしても勝たなきゃいけないし。バリアは温存できる、いくらでもね。さあ、どこにいる。チャンス到来、ずっと待ってたこの時を。よしよし、ちゃんと自分のせいで押し込めなかった分は自分で押し込む、自分でやる、自分で押しちゃー、自己責任者、自己責任世界。いけるいけるいける、最終的にちゃんと責任を果たした。最初の挽回成功か、いいとこ取りあえて先頭に立つ、いいね。僕が持ってきました、かっこ真顔みたいなね感じ。結果として16分の録画になったんですが、大丈夫ですかね。動画的には多分途中の試合チョキチョキされてると思いますけど、まあ、ちょっと見てきます。はい、というわけで終わります。ありがとうございました。ウリのことは忘れよう、誰もが通る道なんだ。お疲れ様でした。